新しい世界なのか。あ、そうですね、その左の肩甲骨を使う、うん、そうしたらそういうフィニッシュになられるじゃないですか。それは今までやってこられてなかった。全然やってないですね。これわあ、これ最初から取っとけばよかったよね。もう今う治ってきてますから。あ、そう。これ至ってあまりに普通すぎる動画になってるんですけど、結構違いがあるじゃないですか。これは多分。うん、僕はよくわかります。使ってなかったんで。そうですね。そこまで使えたら左サイドでボールを押し込んでいく感じが出るんです。あ、だからか。押し込めないんですよね。押し込めないですよね。ってことここでもう終わっちゃうわけ。終わってるから。終わっちゃうんですよ。あ、そういうのもあるのかな。もう最後フィニッシュまで取っていってください。そう、もうずれてもいいです。どん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 そうやって左サイド使う練習したら。はい、フィニッシュを取ってってください。でもやってらっしゃったら相当この左サイドは全然違いますね。あ、そうそう、そのそこの形ですね。で、その動きもう一回取ってくださいね。あ、どうぞ。そしたらここが使えるんで、しっかりこうやって使えるじゃないですか、はい、これが結構大事で、ボールをバチンってこう、あ、そうです、スイングにトルクを使って体全身で。あ、そうですそうですそうです。なんでそれはそういう練習はしっかりされていけば、これまでやってきていただいたね、動画見てやってきていただいたのとプラスできますから。あ、そう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 、そうですね、そういう感じでスイングねしていただければ打感も全部が変わってきますよね。はい、もうそのまま打ってみてください。はい。